田所秀隆は、日本中央競馬会、立党トレーニングセンターに所属していた元騎手、元町教師。父は、田所秀夫元町教師。おじは、田所実元町教師。いとこの夫は、田所清弘元町教師である。1966年4月に、父の京都、田所秀夫旧社所属で、騎手候補生となる。百六十九年四月に、東京、 中村博史旧社所属となる。1971年、騎士免許を取得し、同級者よりデビュー。同期には、中野栄治、三内勝美らがいる。3月6日に、オンワード系統で、初騎乗し11着。5月15日に、菅和市に騎乗して勝利し初勝利を挙げる。1971年11月6日に行われた、福島競馬第一競争のアラブ系3歳。 未勝利戦で、玉ワ一に起乗し勝利した。しかし玉ワ一の単勝馬券は、無投票で、単勝式的注射なしとして一票あたり70円を返金するという、いわゆる、特払いとなった。なお、中央競馬での特払いはこのレース以降、現れていない。1977年11月に、父のりと、田所秀夫級者所属となる。 1978年、阪神4歳品馬特別を 3AM 女王で正史重賞初勝利を挙げる。1995年2月に調教師免許を取得し騎手を引退する。騎手成績は JRA 通算4152,292勝。1996年、旧社を開業。1月27日、初出走となった京都競馬場での第3競争は、 ヤクモアゲインが4着となる。3月17日に、阪神競馬場での第2競争で、ヤクモアゲインが勝利し、延べ15戦目で、初勝利を挙げる。1998年、アーリントンカップを、ダブリンライオンが制止 JRA 重賞初勝利を、挙げる。2007年、箱立記念を、エリモ・ハリアーが制止同レース3連覇を達成する。二千十八年、中山大障害を、 日本ピロバロンで制して JGI 初勝利を挙げた。2021年2月28日をもって定年のため調教師を引退。同年6月20日付で JRA 最低委員会外部委員に移植される。期間は2年間。ありがとうございます。